はい、どうもタクタクです。 Return One Way Trip やってみましょう。ちょっとね、この後の進め方が分かんなかったんですけども、ちょっと取り忘れてるものがあったようで、ここですね、ここ虫眼鏡があるよね。ここちょっと調べると、これ電報が落ちてるんだよね。で、これ読んでみましょう。飛行隊接近中、停車せよ。緊急事態に備えよ、停車せよ。全員音を立てるべからず、停車せよ。ちょっと誰かがこの電報を隠そうとしたの？今すぐポーターの人に届けないと。確かこれってこのね、手紙だ、いや違う、なんかこれ拾った後に、なんだろう、この松本厚夫か、この人がなんかこれ落としてたとこにあって、この書いてること怖いよね。光じゃない、もっと強いものが、炎が欲しい。私の体の中にある残り火を燃え上がらせてくれるような人が欲しい。もう自暴自棄になってるのかな。もう全員燃え死ぬぞっていう、これ黙ってたらみたいな、そういう状況なんです。この電報だから、この人に渡したら驚くんじゃないかなっていう。この電報はどこから、飛行隊どうしよう、最悪だ、主任技師に伝えないとって言って、慌てて鍵を、握ってた鍵を落としてしまう。鍵落としたわと。で、この鍵で、鍵一つだけか。これで1000の部屋が開けばいいんだけど、あ、確かに。こっちだったっけ？ 1000 の部屋。ここか？あ、じゃあ、もう一つ車両後ろだ。はい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 。ここかな？ 1000 頑張って、できるだけ早く戻るから。これかな？ 1000 鍵あった。急いで、さっき。開かない！さっき早く出してくれ。やってれば正しい鍵を探してくる。この近くにあるはずよ。それにさっき若い男の人が持っていたあゆみちゃんの人形の部品も見つけないといけない。多分あの人の部屋にあるわ。うん、ここかな。あ、でも違うって。どこだろう。なんかさ、鍵見たらさ、うん、101って書いてある。ここなんじゃないという予想。通りで変だなと思ったんですよ。ほら、あ、何、短いメロディーで書かれた作曲だ。あ、メランコリーな曲、なんて綺麗な曲、でもなんていうか悲しい感じ。ここ、あ、悲しげな歌。二人の愛の山、いつの間にか切り立つ崖になった。愛は転げ落ちていく。あの若い男の人がこの歌に合う悲しい曲を書こうとしたみたい。自分の状況もなんかそんな感じだし。ねえ、あゆみちゃんの人形の頭はここにないわ。あの若い男の人が持っていくのを見たのどこにあるのかな。おお、入ってきちゃった。どうした、急ぐんだ、誰かに見つかる前に。ここでチュッチュ始める、もしかして。そんなことないから。今日なんてことをしてくれたんだ。君は全てを大安心したんだ。あら、お母様に私たちのことをバラしたから、もう私のことを愛していないってこと。いや、こいつやべえ、やばいやつかな。実はもちろん違うよ、そんなつもりじゃなかった。僕は、じゃあ台無しってどういうこと。それは君がその話を難しくしたってことだ。違うわ、エイジ、あなたが難しくしてるのよ。自分のために立ち上がれないのなら、私のために立ち上がって、私たちのために。分かった、でも今は無理だ。タイミングってのはあるの、むずいよな。でもな、できるわよ、やるのよ、さあ戻って。君とはもう会わないと約束したんだ。会わないってどういうこと。取り消して、エイジ、取り消しなさい。取り消すさ。あとで必ず、とにかく京都へ行こう。そして少し落ち着いたら、エイジ、決断して、両親か私か聞きなさい。エイジ・モーリス、今すぐ決断しなければ私たちが京都に着くことはないわ。キヨ、どうするんや、エイジ。家柄と母親と父と恋人と、エイジ、めんどくせえな。かわいそうだな、なんかかわいそうになってくるな。も
もっとシンプルに生きて、あの二人は悩みを抱えてるけど私だってそうだわ。千を助けるために鍵を見つけないといけないし、あゆみちゃんと人形を無傷で返すと約束しちゃったし、列車の後ろの方に向かった方が良さそう。探してるものはきっと見つかる。うん、まあ多分あれですね、このメランコリーな曲、これをまあ弾きゃ OK っていうことなんだと思う。ちょっとこれいいですか、僕あの楽譜こういうの覚えるの下手なんで、ちょっとはい、これでよし取って、これを弾きます。でもこういうやっぱあれですかね、お互い好きなんだけど自分の家族とか他のことが邪魔をしてみたいなことやっぱいっぱいあるんですかね。うん、俺なら逃げます二人で。どうなの、どうなんだろう、そういう簡単な問題じゃない人もいっぱいいる。はい、三角丸三角ダイヤ星丸三角。ピアノのジョブが跳ね上がって開いた。弦の上に、下には鍵が隠されていた。客室の鍵208。あ、これ比較くかもしれない。紙散らかした。208だもんね。二両車の8号室っていう意味の鍵だと思う。これで恋人の線を救出してしまいましょう。この線のことも気になるけど、このなんか鉄道員のあの人のあれも気になるところというか、間に合うのか、返事がない。線死んだんじゃね、これ。おいね、線どこに行ってたの。線はいないけど首がある。なぜ首が、なんでこれってあゆみちゃんの人形の頭、なんでここに。それに線はどこに行ったの、行くところなんてないのに。これはあゆみちゃんに返した方がいいわね。多分線のことを何か知っているはず。あの子何か知ってるような気がする。え、怖えな。人形の首か。さあ、あゆみちゃんに返せば何か過去が起きるのか。過去が起きる。現実世界に戻れるのか。これ4日ぶりの収録なんですね。だからちょっといろいろ忘れてるわけだ。あー、ゆいちゃーん。とっ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 と。で、これで、ちょっと待って。あれ。で、これだ。やったー、全部元通りにするから、ちょっと待って。そこよ、できた。ブラック人形の動かし方を教えてあげようか。ごめんね、実はあまり時間がないの私。大丈夫だよ、時間はたっぷりあるでしょ。いや、本当にないの。遊んでみたいんだけど、婚約者の線を見つけなくちゃいけないの。彼を見なかった、探すのを手伝ってくれない。うん、なんだ、あゆみ、怖えなこいつ。そっか、きっと見つかるよ。お姉ちゃんは物を見つけるのは得意だもん。そう、なくすのも特に友達。いや、もう。そうだね。ねえ、一緒に遊んでよ。あの男の子すごい意地悪なの。優しい人と遊びたいな。できないの。線が危険かもしれない。私たちみんな危険なのよ。それに言うた。やだよ、遊んでよ。そしたら手伝ってあげるかも。線がどこにいるか知ってる？かもって言ったでしょ。最初に私と一緒に遊んでから。ブラック人形は一人で動かせないの。オーケー、わかったわ。どうするか教えて。やった。そんなことやってる場合なのか。これを持って足をお願い。私は体を。できた。な、私は何すればいいのかな。まだよ、ちょっと待って。何を待つの。線の場所だけでも教えてくれない。え、知らないよ。でも怒らないで。そういえば遊んでくれると思ったから。そう、わかった。私本当に行かなくちゃ。頭ともう片方の手が下がっちゃうのはなんでだろう。違うの。ブラック人形を動かすに3人いるのよ。動かすには3人いるのか、いるのよかな。じゃあ結局遊べないじゃない。だから3人目を、待っているんだよ。バカね。なんですって？
あ、追いかけてきたやつやん。あゆみ、お前。あれは何？言ったでしょ？三人目よ。な。あゆみ、お前、何が、おやゆみ、あゆみ？こいつは悪い子なのかもしれない。チャプター7、クリムゾン。やばい、クリムゾンか。ここはどこ？キングクリムゾン。戻ってきたみたい。あれは人形の中の、あれは何だったんだろう。とても冷たい。とても怒っている。なのにとても悲しい。私に触れてきて、それで全部感じることができた。あの女の子、あゆみちゃん。あの子は後ろにいる感じる。でもそれ以外には、もう何かいる。あゆみちゃんが言っていた三人目。何か暗くて邪悪なもの。それがあゆみちゃんの背後にいる。かなえ、かなえのところに戻らないと。あれ、かなえとどこで別れたっけ。あ、なんか瓶みたいに落ちる。また地震？ペンダとか、これって熱いっていうか、燃えてる？キャー！これって警告みたい。お！あ、なに？あゆみちゃん？誰？キャー！あれは管理人の奥さんだ。ここから出ないと。なになになに？まただわ。ペンダントが、あ、何かが引か、来る。お、おおおお。管理人さんと、奥さんと。お、何してんお前ら。あ、閉じ込められた。通してくれそうにないな。気をそらす方法はないかな。どこかに行ってもらう方法は、こっちは。彼女を通り越す方法がないわ。なんとかして追い払わないと。これだろうな、まあ。なんで線のペンダントがまた熱く。この家はどこにあったんだろう。たくさんのアンティークの瓶がある。アンティークの瓶。注意すればペンダントを使って前に見つからなかったものを見つけられそう。なんかこういうさ、アンティークの瓶って結構価値があって、で昔瓶ってそのいわゆる昔ほんと明治とかもう江戸とかなんかもうほんとそんぐらい、大正は分かんないけど、そんぐらいの時代の処理方法って山に捨てるみたいなマジであって、たまに掘り起こされる貴重な瓶みたいなのが俺あるってなんか話聞いたことある。でそういうの価値あったりするらしいですよ。割れてるのがほとんどらしいんだけど、たまに割れてない綺麗なのが出てくるみたいな。なんのこっちゃ。で、この瓶をどうすんの俺。これ、使うのこれ。違うよね。ん？待って、この辺で？これ。あ、違う。こっちは？これ。あ、ダメ。え、この瓶を使うってことじゃないの？ペンダント。うん。違う。え？岩が落ちてきて、電車の脇の道を塞いでいる。今できることといえば、この瓶を拾う。あとは？ここから入れない。なんだろうね。瓶を拾わされたけど。音を立てるってことなのかな、もしかして。こういうところで。あ、ほら。私と散らかってるの大嫌いだけど、あの管理人ならもっと耐えられないんじゃないかな。片付けるのかな。おしまい。もう行くね。おお。やっぱそういうことか。もういなくなっちゃった。よし、あとはなんとか奥さんに出て行ってもらう方法があればいいんだけど、カナエが心配だわ。同じ方法じゃダメってことか。なかなか面白いなんか方法だったな。幽霊になっても片付けなきゃいけないという。ここやっぱ空爆か何かで破壊させられされたってことなんですかね。お、光ってる。ペンダントが熱くなってる。このテーブルクロスの下に何かあるみたい。子供の絵。見守ってあげよう。そうしたらあっちも見守ってくれる。私たちにそれだけの力はあるのかな。おい、なんだなんだ
なんだなんだ、これは空襲にあった時。いや、いやよ、だ今だ、いやだって言ったの、戻らないわ。友達を助けるためにどうにかして幽霊を追い払わないといけないの。私何を求めるのか知らないけど待つしかないわ。なんとかして。おお、耐えた。もうたくさんよ。もうこそこそ逃げ回ったりしてない、聞いてる？元凶は何なんだろうな。とりあえずここでセーブをした。いい。こういうとこってどう？改めて。ここも関係ないのかな。ユータが死んでたとこ。車両の一番後ろまで行ってみるか。管理の幽霊がまだいる。できるだけ避けた方がいいよね。やっぱり奥さんに出て行ってもらう方法ですか。ああ。え、また？ペンズとかこれって何かが来る。お、男の子。母親と一緒に旅をしているあの男の子だ。ねえ。うん。どうすんの？どうしたの坊や。こちらに危害を加えるつもりはないみたい。どうしたの君。なんか困ってる。え、あの部屋に入ってた。あの部屋は確か入れなかったはず。あれは何だったの。また熱くなってる。フェンダーとかまた燃えている。あ、あれはあの男の子じゃない。開いた。開いたけれど。おお、管理人。何やお前。悪霊溶かしとるやん。わ。ここは。え？小さな石の人形の箱だ。お嬢さんの人形、お地蔵様って子供の守り神って言われてるんだよね。閻魔大王とかなんか聞くけどね。壊れてるわね。一つは頭がないし、もう一つは全部なくなってる。あの子の後を追っていたのは、それが理由？彫像が壊れていたから。だから助けが必要なんだ。この人形を見つけないと。幽霊になってもなんか首とか燃えたりする癖があるの、あの子は。まだどれも見つけてない。多分、線のペンダントを使って見つけられるわ。ここにある。ペンダントが集まってきて、何か。ちょっと燃えちゃう。あ、開かなくなってる。鍵が、鍵がかかってる。助けて、助けて。開いた？何なの？ちょっと。うえ。すごい。血尿。古いタイプのトイレ、血で満たされている。うん。なんで閉じ込められたんだろう。え、今のは、トイレから血が溢れてくるよっていうだけ？どうなの？ん？あ、ここはでもあれか。見たとこだ。ここもな。ここもう全然入んないですけど、ね、入れないのかな厨房は。何？まだあそこにいる。どうすればいい？どっかに行ってくれるかな。ペンダントが反応してる。近くに何かあるわ。ドラゴンレーダーみたいな。近くに何かある。ないけどな。こうなっちゃうでしょ。瓶でしょ。あ、瓶の下に何かある。あ、お地蔵様の胴体がすごい。あはは、こんなところに。ってことはあと首だけかな。あと首、お地蔵さんの首。いや、これさ、心ない人でさ、お地蔵さんの首を折るやつがなんかいるんでしょ。マジで地獄に落ちればいいよね。急にどうしたお前。これを、はい、あと首だけだ。首なし地蔵なんてね、よく言いますけど、シャレにならんでて。閻魔大王様やでって。これ首になんねえか。何か
ね、そういうのを信じてない罰当たりなやつがそういうことをするんでしょうけどね。お、来た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 。うん。タンクの中、え、待って、挟まってる。こんなところにお地蔵さんの頭が。今戻してあげるぜ。これは海外で作られたっていうからね、驚きです。うん、くっつけては見たけど何かが足りないような気がする。なんでだろう、服を着てないからかな。確か、あ、赤い布だ。赤い布。でも待って、なんかこの辺に赤い布感のものはいっぱいあるけど、ここちょっと入っていい？赤い布。ハサミは持ってるのよ。ハサミは持ってるよ。ハサミは持ってるよ。ハサミは持ってるよ。うん。かつて上品な白いテーブルクラスのボロボロのやつ。あ、切れる。何か何枚かあれば十分ね。あ、そういうこと？あ、で、ちょっと待って。便器から溢れて出てきた赤い液体でこれ染色するってこと？いや、もうやだ。やだ、それは。それお地蔵さんに巻くの？信じられない。こんなこと してしまうなんて。布の切れ端が赤で染まっていく。赤い布。吐きそう。いや、本当だよ。で、それを巻くんでしょう。それはいいのか悪いのかわからない。これをどうぞ、お地蔵様。ちゃんと直したよと。ちゃんと直したもん。ち、しょうがねえだと。お、成仏した？したんかい、成仏。なんか開いたぞ、買っちゃって。何が開いた？お湯さんを入れる箱から引き出しが出てきた。ああ。あと一人誰なの？破れた家族写真。ひどい。誰が引き裂いたりしたのかな？この写真が原因で管理人の奥さんは泣いていたのかも。うん。もしかすると奥さんは管理人との結婚に、ナビ越しだったことを後悔して写真を引き裂いたのかもしれない。ちょっと見ていいですか。ああ。何越し？どこに行ったんだろうな。こっちこ。あ、そっかそっかそっか。管理人の奥さんってさ、あの列車に乗ってる人だったっけ？この、あ、待って、どういう関係？え、ちょっと待って、わけわかんなくてきたんだけど。え、ちょっと待って。動揺してるのはこれのせい。あなたとご主人にこんなことがあったの？分かんなく、あ、燃え、あ、写真あっという間に燃え上がり灰になってしまった。こんな風に傷つけたくなかったけど、カナエのところに行かないと。え、ちょっともうドロドロしてんな、マジで。あ、ガチャガチャ言ってるよ、カナエ。さあ、え、キャラ今度は何？どこ？お、お、あ、え、こいつ、あいつじゃん、カナエの彼氏。名前がなんだっけ。カズキだ。本当にカズキなの？さっきこのクソみたいな状況は何なんだ。あ、よかった、カズキだわ。どこにいたの？説明が難しいな。どういう意味かわかるわ。私を信じて。後で話そう。カナエ。カナエ？あいつはどこだ？落ち着いて。あの子、隣の車両で閉じ込められてるの。あなたの手助けが必要よ。必要ならドアぶっ壊してやれ。必要かもしれないわよ。来て。隣の車両。来たけど。カナエまだいる？私はここよ。カズキもいるわ。カズキ？ここだ、カナエ！なんだ、マジかよ、さっき。これを超えるには板か何かが必要ね。冗談だろ、こんなもんに近寄らない方がいいって。ねえ、どうかした？大丈夫、少しだけ待って。おー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 、もうやめやめ、俺は降りた。お前、彼女は？カズキ、待って。そっか。ねえ、どうしたの？カナエはどちらかというとあれですもんね、サキちゃんのことが好きだから、カズキに裏切られてもさほどショックではない。カズキは助けを呼びに行って、いや、嘘つけー！逃げただろ、あいつ。
え、今どういうこと？とにかく頑張って和樹を戻ってくる。それまで私が何とかするから。なんだよ、この複雑な状況は。和樹をここに連れてきてから幽霊をどうするか考えよう。いや、もう。やることが多いね、君。あ、タオルゲット。リンネクローゼットの後だ。他に、お、な、あ、なに？う、なに？入りましょう。誰か、いや、何かがいる。あの悲鳴は誰かわからないけど、助けないと。ちょっと、忙しい。あの、すみません。随分時間がかかったな。でも、女性の声を聞いたんです。とても苦しんでいるようだった。ブツブツ言ってないで、入ってこい。え、何これ？朽ち果てた作曲ページに短い手書きのメロディーが書かれている。お、短い曲。ここ？ん？あ、バスルーム？随分時間がかかったな。待っていたぞ。タオルを持ってきたか。出血がひどい。タオルが3枚は必要だ。キャー先生、何が起きてるの？タオルをじゃあ。3枚だと？まあ、ここに1枚あったよな。ここにも、はい、1枚、あと反対側にも1枚。じゃあ、あ、ここでもあれか、リンネクローゼットじゃない、反対側の車両か。じゃあリネンネ、リンネじゃなくて、うん、リネン室とかなんかありますけど。あ、待った、そこにいたの。さっきのは何？ごめん、さっきもうパニックになっちまって。どうしたの？何が何だか分かんないよ。あの部屋にいたんだけど、隣の部屋から咳が聞こえたんだ。それ両方の部屋から争う声が聞こえてきた。お前らじゃないの分かってた。もうめちゃくちゃ怖くてさ。幽霊ダメな人だ。聞いて、カナエのところに行くのに助けが必要なの。二人ならドアを開けられると思うわ。カナエを助けるために一緒に来てくれる？もちろんさ、分かった。オッケー。で、ここあれ、デイキャビン、デイキャビン、あれ？タオルは？タオルが1枚足りない。あ、この中か。引き出しで1つの鍵を開けた。うえーい、あぶね。こんなん今たまたま見つけたけど、普通ならマジで見逃してた。今俺じゃないと見逃してたね。結構見逃してたことあるけど電報とか普通に見逃してたけど。でもって、どこだったっけ？もう忘れちゃった。さっきの、ここだ。無理だ。いや、お前逃げるなよ、お前。困ったな。和樹を連れ戻す前に彼女を追い払わないと。まあまあ、その前にじゃあ。ここで、はい。タオルを3枚。え？そろそろ時間だ。彼女は死にかけているが、これで助けられる。忘れるな。モーリスには言うんじゃない。え、お腹が。妊婦さんってこと？何が起きてるの？浴槽の中に恐ろしい、ありえない妊婦心中の死体が横たわっている。お腹だけがまだ生身で、上は白骨化という。いや、怖いわ。どういう状況？俺は何を見せられたの？ちょっと得る、待って、ショックこそ受けたが得るものが何一つもない。これなんかするってこと？あ、嘘でしょ。大胆な帝王切開します。いきますよ。いやー、見てくれー。くー、浴槽の中に合わせに、私こんなの絶対できない。やるんかい。俺もできない。死体の腹の中の上をティッシュペーパーを切るかのように滑らかに歯が滑っていく。こういう状況だよ。なんでおひなさま出てくんだよ。彼女が夫に隠していた秘密が分かった気がする。それと、なんで医者に託したのかも。
どういうことですか。まあ、妊娠してたっていうのは分かりました。お雛様をあげましょう。これがそうなの。痛みの原因はこれ。地獄に落ちたのかな。地獄の豪華で燃えたみたいな。底なしに見える穴が列車の穴の床の穴の下に続いている。どうやって金井のところに行く。ここを渡るには何か渡さないと。まあ板的なものが欲しいよな。この中にまたなんか新たな動きがあるってことは、内臓は内臓、こんなの見つけたら病気になりそう。精神がね。俺にそんなマジやめて。なかなかグロ設定ですね。役立たずの彼氏くんはどこに行った。あ、なんか、あ、待って、でも今時間がない。また呼びに行かなきゃいけないのこれ。シャキッとしいや男なら。なよ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 してないで本当に。いやね、彼女いなくなったわ。勇者和樹さん勇者和樹さん、すまん。いいよ行こう。本当だろうなお前。あ、これじゃねえ、むしろ。おお、ほらほらほら、客室のドア。この状態でセーブできな、できるの究極の入っていたところで、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。次回はこれを渡してかなえちゃんを助けたいと思います。それではまたね。したっけ。